り。いいよいいよいいよ。うまそう。お、いいね。マシライスを作る。おいしょう。えい。やってやるぜおい。まあまずこの距離が気になるけどね。ああ、でもまあ一緒に住んでるからね。まあまあね、極力みんな部屋から出ないようにしてるから、うん、そうね、集まんのも久々みたいな。各部屋にいる。俺たちは家族だからな。そうね、もはや世帯は違うけど、うん、ただね、2メートルがね離れるという。なるほど、じゃあこれでいくということで、はい、行きましょう。マシライス、マシライス、あの立川マシマシの。そうです。うん、一部の立川マシマシのファンに聞いたら、はいはい、もうラーメンよりもマシライスしか食べないみたいな人も、うん、はい、もはやそっちがそうなんですよ、メインに、うん、すごくファンが多いやつなんですけど、はい、公式でね、レシピが出てるということで。なるほど。あ、なるほど。ちょっとその通り作ってみようかなと思ったんだけど、ちょっと私の手には負えなさそうなんでね。やっぱりちょっと、ここは技術力の問題で、ちょっと今日もね、瀬尾先生に、はい、私がお願いしようかな。お願いします。まあ、僕立川マシライス行ったことあるんですけど、マシライスは食ったことないんで、あら、頑張りたいと思います。本当レシピをねちゃんと見てっていう、うん、確かにそうですね、うん、そうですね、はい、私が味見しながらでも食べてる。なるほど。家でもできるね、二郎系で。そうだ、はい、やってみよう、やってみよう。じゃあね、レシピ確認したところね、こんな材料で、はいはいはい、乗ってるレシピが16人前だったんで。あ、なるほどね。さすがに多いってことで、うん、4分の1で、はいはいはい、用意しました。じゃあやっていきましょう。はい、赤星さん、はい、あんたニンニク切れる特殊能力なんだって。あ、そう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 、ゴロゴロっと入れましたよね。はい、蓋をして10秒間振るらしいんですよ、これ。いきますよ。はい、すると、あんま向けてないな。なんだよおい。うるせえだ。ちょっと待って、見てよ、一個だけ、ほら、ほら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 、ほら、ほら、これができるはずだったんだけど、全部なればよかったんだけど。ではなんか、あと2分ぐらいうるさに聞かなきゃいけないで。すみません、そうした。予想でうるさかったから。すみません、ちょっとちゃんと、でも向けやすくなってる。あ、向かしてます。めちゃ。じゃあ行きますよ。はい。切れました。指バッチリで切れるんですね。ではちょっと多くねえか。いやいや、ニンニクは別に増したいと思ったらね、増せるから。じゃあレシピ通りじゃないっすね、もう。じゃあもうこの時点で、まあそこはやっぱお好みだから。なるほど、プラスアルファ。個人的にはこれ一人分だけどな、これ。マジ。作っていきましょう。はい、背脂なんですけど、本当はそのチャーシューを作った時にできる背脂を使うみたいなんですけど、はい、ちょっとチャーシュー今回作ってないんで、この背脂自体をもうそのチャーシューと同じ要領で。なるほど。はい、漬け込んじゃいます。前動画にした感じと一緒ですね、うん、要はレシピというか、それをやっちゃいます。ひき肉を炒めていきます。はい、はい、こんぐらいね、ホロホロになって、いいね。で、油がやっぱすごい出ますね。これを切るらしいです、ちゃんと油を。油を切って。うわ、すごっ。こんな切れんだ、油。なんか使えないかな。使えないです。使えないか。何でも使おうとするな。臭みすごいんで、これ。引き戻します。イエイ。この油を引きます。開けてませんでしたね。新品だった。ありがちです。結構入れるって書いてあるかな。いいよいいよいいよ。ちょっとやばいな、これ。すごいな。12.5g か。だいぶ入れるな。おっとっとっと。お。もうこうよ。まあそうか、そうなるわな。おい。入れるな。いいね。この量か。はい、であと。入れるね。お、味も見つつね。これは味も見つつですね、本当に。じゃあ背脂もね、できたということでちょっと入れましょうね。ちょっとだけ入れて。入れすぎちゃうとね、ちょっとしつこくなっちゃいそうなんで。はいはいはい。おお、いいよいいよ。
いい。はい、ということでマシライスできました。おっしゃー、あー、マシライスか、マシライスのルーかな。ルーか、なるほどね。はい、じゃあ盛り付けていきましょう。はい、うわ、うまそう。これ給食に出たらね、いいよね。給食、こんなご飯盛り付けてくんないもんな、このやり方で。そうね、これあの僕のお皿です。絶対給食でないじゃん、これ。こんなもんかな。お、いいね。よいしょ、うまそう。はい、マシライスの完成です。はい、できましたんで。いいね、いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。はい、食ってみましょう。うん、あ、やばい、うまい、うまいな、これ。ちょうどいいバランスじゃないですか、これ。どうですか、その俺食ったことないんだよね。そ、赤星はね、実物食ってるから。いや、でもね、あの違うところ一個だけ、うん、お店の方がもうちょっと、うん、油がギトッとしてるけど、あ、それで言ったらこっちの方が食べやすいかもしれない。なるほどね、なるほど。まあちょっと少なめに油はね、調節できますから、うん、そうね。これ鷹の爪さ、はい、辛いからちょっとのけながら食った方がいいですね。あ、直接言ったら辛いですか。うん、どれ。直接言った。辛い、辛いんだ。でも大丈夫そうな感じだったじゃん、今。でもこれめちゃくちゃ合う、この奥から来る辛さが。おお、うん、うまい。食べたいですか。いや、僕も食べたいです。はい。取りますよ。うまそうだな。ちょっと あんただけ明かり逆なの。まあしょうがない、それは。いただきます。ちょ、まずね、このひき肉の部分だけいただきますね、はい。あ、うまっ。あ、ニンニクがめっちゃ効いてるわ。そう、俺まだ味見してなかったからさ。そっか、うん、でも確かに鷹の爪もね、いい感じに効いてるね、うん、辛みが、うん、ご飯とちょうどいいね、だから辛み的に。なるほどね、うん、あれ、喉乾いた。あ、あったあった、これこれ、コシヒカリエチゴビール。いや、ついに変わり種のビール。グラスいりますか。これもうこのままいきます。あ、このままいきますか。飛んだなぁ。いった。これあえての缶ってのがまたうまいですからね、やっぱり。待って、これめちゃくちゃうまいんだけど。あら、マジ。え、うまで合うわ。いいね、まあ、辛みがあるからね、やっぱ、うん、お酒に合う。これね、卵黄をね、こう溶かしてね。これ卵黄やばいね。これやばいっすね、これ。はい、うまい言葉が出てこない。これマジでうめ。ありがとう、立川マシマシさん。確かに。これ公開してもらったのはありがたいな、うん、僕もね、これバドワイザーで。バドか。辛口に辛口もいいね。そうね、これも辛口なんだよ。ガツンとくるからさーって流すぐらいがやっぱいいのかな。そうだね、ちょっとだけおかわりしよる。おかわりします。なんかアレンジしてみたらどうですか。うん、一さじお酢をかけたいんですよ。お酢、やっぱりちょっとすっごい遠いけど、はい、お酢をかけました、ね、お酢、うん、うわっ、え、うん、酸っぱさを入れたことによって逆に甘みが目立つ甘酸っぱさがうまい。へ、うん、ちょっと酸っぱレベルでちょっと試してみます。ああ、酸っぱレベル、え、これもっすか。はい、今までしょっぱレベルだったけど、これはミツカンの穀物酢だね。ああ、よく見るやつ。ああ、一番メジャーな。ああ、うん、うん、2.8。 あれ、そんなの。マジ、そんな酸っぱくないの。マジ、ちょっと感じで、酸っぱレベル、ああ、え、3。確かに、ちょっと言われる。本当だ、うん、まあ俺も酢好きだからな、結構な。ああ、3だね、3です。確かに美味しいな、これ。普通に飲みやすい、はい、3です。3ですね、はい。あの子じゃ2点あるんだけど、はい、いや、かけましたよ、少しね、こう糸を
ね、こう。ああ。やっぱ醤油マヨになるね、味が。ああ、そういうことか。うんうん。だけど醤油ベースですもんね、これ。うん、マヨ合うな。マヨ合うだろうな。いやこれミスったら1個あるわ。え、なに粉チーズ買えばよかったわ。あ、ポテトサラダありますよ。え、あるんじゃない。あの、僕が作ったポテトサラダなんですけど。あ、そうだ、はい。まずポテトサラダをね。うん、あ、普通にうまいな。そして合わせて、うん、いいわ。これで野菜も食べたでしょ。うん、栄養もこれで整ったし、やっぱ味付けコショウよりもうまいわこれ。コショウレベル、あ、コショウ、塩は入っちゃったよね、これね。あーはー、うん、そっかそっか。まあ、やるんだけど、さっき粉末でちょっと、ちょっとあれね、ちょっと、あ、うわ、あ、これ 4.53 いくわ。はい、4.5 4.5 いくわ、これやっぱ塩入ってるから。これもね、これ今みたいな謹慎期間じゃないと。謹慎はしない。謹慎じゃない。謹慎じゃなくて。俺ら何も悪いことしないから。そうだよ、ね、何してんの。謹慎じゃないな。謹慎中動画出してんだよ、うちら。自粛でした。謹慎じゃねえじゃん、じゃあ。謹慎じゃない。謹慎じゃない。自粛中じゃなかったらこういうこともできないし、ね、そうでもないよ今でこそ。まあまあ家でやろうと、いや、やる動機になったっていうわけだね。でもこれはね、やっぱ試してほしいね、本当に。そうだね、レシピも載ってるんで。こんなにちゃんとうまくなるんだろう。そうよ、そう、確かに。もっとホクホクでもいいかもな、ニンニクが。なるほど、うん、一回ちゃんと加熱してから。ああ、それでもうまかったかもしれない。おっ、ということで、お、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ことね。いや、どうでしたか、マシライス。昼夜でもいいかもしれない。もう全食これでいいと。もう全然全然。なるほどね、立て続けでも。うん。だってまだちょっと残ってるっていうのを、はい、ワクワクしてますもん。あ、なるほどね、まだいけるっていう、ね。まだあるんだっていう。はいはいはい、チーズとかもね、入れたり。いや、そうよ、これ。うん。で、これもうご飯じゃなくて、そのパンとかでも合いそうですよね。やばいね。絶対合うよ。はいはい。そっから焼いてみたり、うん、可能性はすごい無限ですよ、これ。可能性もマシマシだったか。おやおや、さすが立川さん。さすがっすよ、立川マシマシのことを立川さんって。立川立川は地名の方だよね。まあでもそんなにね、材料の数も多くなくて、確かに作りやすい、うんうん、なので皆さんも、うん、素晴らしい、作ってみて、うん、簡単です。